南河内駅は山口県岩国四角に所在する西木川鉄道西木川清流線の駅。短式ホーム一面一線のみの地上駅。ホームは西木町方に向かって左側に設置されている。無人駅で駅舎はなくホーム上に屋根付きの待合スペースを備える。短式ホームの中ほど待合スペースの両横に一箇所ずつ出入り口を備える。 未舗装の駅前広場を有し、駐車スペース有、トイレ、売店の類は備わっていない。東駅西側には、広さ約1ヘクタールの菜の花畑が存在し、毎年春先には、菜の花が咲き乱れる。東駅の北方には、西木川が流れ、そのさらに北側を、国道187号線が通る一方、南方には、北木川が流れ、 そのさらに南側を国道2号線が通っている。つまり、東駅自体は、北方の西木川、国道187号線と南方の北は国道2号線に挟まれるという位置関係にある。二つの川は東駅の北東方で合流し、そのさらに東方のところで二つの道路が合流している。運行本数については、 いずれも2017年10月1日改正時点のダイヤにより記載。なお、蒸気列挙したバス停留所2カ所のうちの南河内駅入口バス停の名称について2016年3月25日までは、細りの名称で運用されていた。ありがとうございます。